皆さんこんにちは、大串です。この動画は森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテストの3の8番の解説の動画となっております。で、この問題を解いていない方もですね、この後すぐに問題を表示しますので、それを一緒に解いてから解説の方に移るようにしてください。で、その問題の後にもですね、プラスアルファですね、関連した問題をつけてますから、ぜひね、そこにも取り組んでみてください。では、いつも通り選択肢から目を通してどういう種類の問題なのか予測できるか見ていくと、 A が decide で、 B が decisive で、 C が decision で、 D が decided という風になっています。で、これを見ればですね、まあ、decide、 なんとかを決める、決断するというね、動詞と、あと、まあ、それの仲間、派生語とかが並んでいるなということはわかるはずです。でも、さすがにちょっとこれだけではまだね、どれを答えにしていいかわからないので、空欄の前後にね、目を向けることになるんですが、今回は前しかありませんね。で、前にあるのはあという冠詞があるわけです。で、あがあるということは、その後ろに来るものは当然名詞ですよね。ですから、この空欄には名詞が入るということがわかります。そうすると、今回選択肢 A の decide は当然動詞ですし、で、decisive というのは、これ IVE が語末についているものは基本的には形容詞という風に考えられるんですね。ですから、これも入りません。で、 D の decided、 これに関しては、まあ、A の decide という動詞の過去形もしくは過去分詞形のどちらかだという風に言えます。ですから、今回品詞的にもう A も B も D も入れることができません。で、 C の decision ですが、これは語末にションがついている単語というのは、まあ、基本的に名詞なんですね。ですから、これは名詞だろうというふうに判断ができて、 C を答えに選ぶことができるはずです。で、ね、一応ね、今回もこのように文法的に品詞的に問題を解くことはできたんですが、これだけで終わらずですね、しっかり本当の英語力つけていくために、それぞれの意味などを確認しておきましょう。まず、今回答えになった Make a decision という表現ですが、これはですね、決断をするという表現になります。で、これで注意しないといけないのはですね、まず、決断をするといった場合に、日本語ではすると言いますから、どうしても do を使いたくなるんですね。ですから、ここの make というのを do にしたくなるかもしれないんですが、それはあくまで日本語を直訳しただけの考え方で、英語ではね、do a decision ということはできないんですね。まあ、日本語で言う決断をするというのは、英語では、まあ、make を使って決断を作るという感じで表現するわけですね。で、このような日本語と英語でね、使う動詞がずれるというのはよくあることですから、ここら辺には注意するようにしてください。また、この場合の decision というのは、加算名詞として扱います。ですから、前にはあが付けれているんだというふうに思ってください。逆に加算名詞ということは、make decision という形もないので、まあ必ず make a decision もしくは make decisions などの形で使うようにしてください。で、次に B の decisive ですが、これは先ほども言った通り、まず品詞は形容詞ですよね。で、意味としては2つあって、1つは決定的なという意味です。まあ、例えば決定的な出来事があったとか言いますよね。まあ、そういった感じで使われる決定的なという意味と、まあ、人などに対して使ってなんか決断力があるみたいな意味で使います。で、この単語の逆としてですね、 indecisive というものがあります。まあ、これはですね、語頭についている in が否定的なね、役割をしているんですが、まあ、要するに先ほどとは逆な意味になるので、例えば、まあ、決定的なの方であれば、なんかどっちつかずのとか曖昧なといったような意味ですし、まあ、あとはこれは2番の方でよく聞きますね。まあ、決断力があるっていうのが逆になるということは、決断力がないということですから、なんか優柔不断なといったような意味で使われます。で、今回答えとしては、make a decision、決断をするという表現が使われたわけですが、これに関連してね、問題を一つ作りましたので、それを確認していきましょう。タイトルとしては、make プラス名詞の必須表現というふうにつけました。で、英語においてはですね、make のような、まあ、基本動詞とですね、その後ろに名詞を持ってきて一つのセットの表現を作るということを非常によくやるんですね。で、実はその時に後ろの名詞が数えられる名詞なのか、数えられない名詞なのかというのはね、一つ一つチェックして覚えていく必要があるんです。で、なぜその違いをチェックしないといけないかというと、後ろが加算名詞の時にもうあもつけずに複数形にもしなかったらダメですし、逆に後ろが不加算名詞の時に間違ってあをつけたりとかね、複数形にするとそれは間違いに
なってしまうからです。というわけで今回はメイクプラス名詞でよく出るね表現っていうのを必須表現としてまとめましたので、一つ一つね確認していきましょう。では皆さん問題です。括弧内に必要ならあもしくはアンを入れ、で必要なければ×をつけなさいという問題になります。全部で8題ありますので頑張って解いてみてください。ではどうぞ。では皆さん問題解けましたでしょうか。一つ一つ確認していきましょう。まず一つ目ですね。 make ほにゃらら effort ということで、まあ、これ努力するという意味のねフレーズを作るんですが、前の部分にはですねこれは and が入ります。ですから make an effort という風になるわけですね。つまりこの場合の effort は、countable つまり数えられる名詞ということですね。まあ、この make an effort 努力するという表現に関しては makeevery effort ということで、 every を前に置いて、 every は後ろ単数形取りますから、その場合 effort は単数形になるんですが、 make every effort という形でこれあらゆる努力をするという形でもよく出てくるので、それも覚えておきましょう。では次に2番です。 make ほにゃらら progress ということで、これで進歩するという意味の表現になるんですが、今回この progress は進歩という意味の名詞なわけですが、これにはですね実は後感をつけません。つまりこれは uncountable つまり数えられない名詞ということですね。ですから make progress これで進歩するという表現で使うわけです。ちなみに同じように進歩という意味の名詞に advance というものがありますよね。でこの場合はですね前に案がつくでしょうかつかないでしょうか。で実は progress ではなくこの advance を使う場合は make an advance という形になります。つまりこの advance というのは、countable つまりは加算名詞ということですね。これで間違いやすいところなので注意してください。では次に3番に行きましょう。make ほにゃらら difference ということで、意味としては違いを生むとかね重要だなんて意味で使われるわけですが、これはどうでしょうか。これは make a difference ということで a をつけるということになります。つまりは、これも加算名詞ということですね。でこの表現はですね、まあ、difference の前に形容詞的なものがつくことが多くて、例えば it makes a big difference のような感じで、まあ、非常に大きな違いを生むとかね非常に重要であるといった感じで使われたり、前に no がついて it makes no difference で、まあ、違いを作らないというところから全く重要じゃない問題じゃないというような意味で使われたりもします。まあ、とにかく非常に重要な表現なので覚えておいてください。では4番に行きましょう。make ほにゃらら mistake ということで、これ失敗をするということですが、これはどうでしょうか。はい、これに関しても make a mistake ということで、あがつくことになります。ですからこの場合 mistake というのは、数えられる名詞ということですね。では5番です。 make ほにゃらら reservation これで予約をするという表現ですが、これはどうでしょうか。これも make a reservation ということで a をつけて使います。つまりはこの reservation 予約という意味の単語、これは数えられる名詞ということですね。では6番に行きましょう。 make ほにゃらら sense ということで、これで、まあ、意味をなすとかね理にかなっているという意味ですが、これはどうでしょうか。この場合はですね make sense のまま使って make a sense ということはありません。つまりこのsense というのは不可算名詞で使っているわけですね。でこれはもうめちゃくちゃよく出てくる表現で、例えば it makes sense といえばそれは意味をなしてるね、それは理にかなってるねというところからなるほどといった意味で使われたりとか、であとは例えば否定文とかで it doesn't make senseIt doesn't make sense と使って、それは理にかなってない、意味をなしてないというところから、もう意味がわからないみたいなね、意味で使うこともあります。まあ、とにかくよく使われますから、この make sense 覚えておいてください。では次に7番行きましょう。make ほにゃらら appointment ということで、これは、会う約束、予約をするといったような意味ですが、この場合はどうでしょうか。これはですね、make an appointment。ということで案をつけることになります。ですから、まあ、この約束とか予約といった意味のアポイントメント、これは数えられる名詞ということですね。でちょっと話は逤れてしまうんですが、5番と7番これ reservation とアポイントメント、今回アポイントメント約束と訳当ててますが、先ほども言った通りこれ予約という意味もあります。そうすると reservation とアポイントメント
これ予約、どっちも予約という意味じゃないかという風になって使い分けがわからないかもしれないんですが、これ非常に簡単でですね、reservation っていうのはですね、場所の予約に対して使います。例えば、まあ、ホテルとかね、座席とかそういったものは場所を取るための予約ですよね。こういった場合は reservation を使います。一方、appointment というのは人に会うための予約という意味なんですね。例えばですね、お医者さんとか弁護士に対して予約を取るという場合は、その人に会うための予約を取るということですよね。ですから人に会うための予約ということで、この場合はアポイントメントを使うわけです。日本語でも、まあ、誰々さんとのアポがね5時から入っているとか言ったりしますが、このアポというのはアポイントメントから来てますよね。ですから人と会う予約、約束というイメージとぴったりだと思います。では最後です、8番行きましょう。make ホネララプレゼンテーション。これでまあプレゼンをするという意味の表現ですが、この場合はどうでしょうか。これもですね、make a presentation ということで、まあしっかりあがつくということになります。まあこの presentation、まあプレゼンとかね、まあ口頭による説明といった感じですが、この場合は加算名詞ということですね。これもね、TOEIC でもよく出てくる表現だと思いますから、しっかり覚えておいてください。ということで、make プラス名詞の必須表現ということで、全部でね、8つやってきたんですが、もうこれすべてね、英作文でもスピーキングでもね、即使える表現になってますから、ぜひ正しく覚えておいてください。というわけで、問題に戻ってね、最後問題文全体を読んで、意味を確認して終わりにしましょう。I need more time to make a decision. ということで、まず、I need more time.で、私は more time、 もっとたくさんの時間が need、 必要だということですよね。で、その後ろの to 不定詞は time を修飾してますから to make a decision で、決断を下すためのという意味になって、私は決断を下すための時間がもっと必要だということですよね。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.